シュタインガーデンは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーバイエルン行政管区のバイルハイムショーンガウ、軍に属す、町村であり、シュタインガーデン行政共同体の本部所在地である。シュタインガーデンは、州内で有名なリゾートである。この町は2つのユニークな建築文化財、ピースの巡礼協会とベルフェンミュンスターによって、有名である。この町は、アルプス先山地方の、 オーバーバイエルンとアルゴイの境界地区に位置している。この町は公式には53の地区からなる。このうち小集落や孤立農場などを除く集落を以下に列記する。シュタインガーデン集落は1803年に廃止されるまで1147年にベルフ6世によって創設されたプレモントレ海舟動員の閉鎖ホーフマルクに属した。シュタインガーデンは バイエルンの行政改革に伴う1818 18年の市町村例により行政上独立した自治体となった。市町村再編の時代にはもともと独立した自治体であったフロンライテン、ラウターバッハ、ウアシュプリングがシュタインガーデンに合併した。ピースの巡礼協会では毎年5月から9月にかけて祝祭の夏、夕べのコンサート、プファフェン・ビンケルの音楽といった。 コンサートシリーズが開催されているビースの巡礼協会内部ありがとうございます。